はいどうも、ケイキングです。今日はですね、いつもね、順番にストーリーの方をね、進めていってるんですが、今日はね、ちょっとおまけ、で、前回アリーナをね、こうやって預けたんですが、いや、今回はね、みんな預けてみようかなと、順番に。預けて、話しかけてみようかなという、そんなね、会議したいなと思います。さあ、行きましょう。いきなりね、この動画から見た方はね、ドラゴンクエスト4でね、ガーデンブルクっていうところ、あるんですが、ここなんですが、来てて、盗んだでしょって言われてね、一人を人質に預かります。で、真犯人を探してきなさいみたいな。今ね、疑われてるんですよ。疑われてるところで、でも俺らはやってないよと、ね、言って、じゃあ真犯人見つけてきなさいよと、ただ人質一人預かりますよっていう、そういう話です。さあ行きましょう。でね、交換できるんですよ。じゃあ順番にね、預けてきますね。まずライアンから預けて、じゃあちょっと行ってきます。はい、ライアン行きましょう。アリーナ今預けてたんですけどね。はい。ライアンからね、順番に見ていきましょう。さあ、ライアン、ちょっと話しかけますね。ここでね、話しかけることできるので。ムム、泥棒と疑われ。牢獄につながると情けない。キングの一刻も早く真犯人を見つけ、我が胸を晴らしてくだされ。ライアンはこんな感じですね。ちなみにキングね、勇者はね、預けることできないです。押すとね、こんな感じになります。残念ながらキングを人質として預かるわけにはいきませんと。はい、次はね、じゃあクリフト行きましょうかね。はい、順番に行きます。さあ、クリフトやね。はい、行きましょう。クリフトは神はいつでも我らを見ておいでです。さすがやね。我らの疑いが早く晴れることを祈りつつ、ここで待っていますよ。おぉ。神官って感じやね。はい、次はアリーナですね。さあ、アリーナ行きましょう。アリーナ前回もね、見たんですが、はい。ちょっと今回まとめということでね、もう一度話しかけます。はい、私たちに濡れ衣を着せるなんて、あの泥棒を許せないわ。怒ってますね。でも牢屋に入れられるなんて初めてのことがちょっと新鮮でいいかも。楽しんでます。アリーナらしいですかね。はい、別の人しましょう。しまった、ミネアがね、今あれでしたね。そういえば、さあ、ブラへ行きましょう。ブラへ大丈夫かな。さあ、ちょっと話しかけてみようか。やれやれ、この年になって牢獄に入ることになろうとは。でもなんか楽しそうか。ブライもね、ゆっくり過ごしてるって感じですかね。さあ、次ですね。はい、行きましょう。次はトルネコですね。はい、トルネコ行きましょう。こっちやな。はい、話しかけます。やっぱり私が選ばれるんじゃないかと思ってましたよ。でも信じてますから、きっと犯人を捕まえてここから出してくださいね。悲しすぎるね。トルネコ悲しいな。お、大丈夫なんですね。棺桶に入ったけど大丈夫。ミネア生き返ったんですかね。ミネア。ちょっと待って、ミネア飛ばして、じゃあマーニャ行きましょうか。はい、マーニャですね。マーニャ怒ってそうやな、なんか。どう？やっぱりね。なんで、どうして、どんなわけで私がこんなところに入らなくちゃなんないのよ。怒ってますね。怒っとんな。はい、じゃあね、次はね、ミニャ行きましょう。ミニャね、はい、教会行ってきました。ミニャはどうでしょうね。占いでもして遊んでるんですかね。
どうやろ。お、私の占いでは犯人は南に逃げたと出ています。あ、教えてくれるんですね。キングさん、早く犯人を捕まえてくださいねって言ってますね。いや、一人一人なんかね、まあ性格というかさ、出てて面白いですね。個性が出ててね。はい、まあ今回はね、まあおまけということで、うん、これでね、終わりたいなと思います。あとね、さらにおまけ、はい、ここですね。前回ちょっと撮るの忘れてましたね。宝は何でしたっけ。お、炎の爪ですね。はい、今回ね、これで終わりたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。